今回の動画はプラレール東京メトロ千代田線16000系一時車を開封したいと思います。では開けていきたいと思います。はい、というわけでね、まあ、こんな感じで開きましたね。中に入ってた車両は1万6000系の一次車みたいですね。で、まあ、パッケージにね、まあ、ここに書いてある車両は、ま、1万6000系の二次車なんで、まあ、非常用の扉の位置がね、微妙に違うっていう感じですね。こっち一次車なんで真ん中にあって、パッケージの方は二次車なんで、ちょっと左寄りにあるっていう、ちょっとね、まあ、パッケージ詐欺をね、まあ、展開してるような状態ですね。もう多分このパッケージ作った人多分マニアじゃなくて多分、普通の多分人が作ったんでね、こんな感じになっちゃったんだと思います。それか、まあ、たまたま写真撮るときに、一次車が来なかったからね。で、まあ、仕方なく二次車を使わざるを得なかったかもしれない。まあ、それはわかんないけど、まあ、とにかくなんかパッケージとまあ中身で一次車と二次車で微妙に違うっていうね、まあ、どうでもいいね、まあ、情報ですね。はい、そんな感じですね。行き先は、東京メトロ千代田線をご利用いただきまして、ありがとうございます。この電車は、代々木上原行きです。This train down for 代々木上原となっております。はい、あとね、まあこんな感じでプラカードも入ってましたね。まあ俺ちっちゃい字とか読むの大嫌いなんで、まあ読まないんでね。まあ読みたい方はね、まあ一時停止でもしてみてください。まあこんな感じですね。はい、どうでもいいや。はい、こんな感じです。次にですね、まあこの車両の、まあ塗装ミスをね、まあいろいろ紹介したいと思います。まあ実際の車両はですね、まあ白帯の下が黄緑らしいんですね。まあ黄緑なんですけど、まあこの車両はね、まあ経費削減かよくわかんないんですけど、まあ、白帯の下も緑っていう普通の緑なんですね。まあ、本物はこの下も黄緑なんですってね。で、緑の上の方も、まあ、本物は黄緑色になってるらしいですね。まあ、この車両はね、手抜きなんでね、黄緑なんか一切使用してないっていうのが、まあ、この車両のね、まあ、最大の、まあ、欠点ですね。最後は小田急とか常磐線の電車と一緒に走らせて終わりたいと思います。Oh my.